毎日一動画上げようと思ってたんですけど、今日はですね、あの日曜日に撮った動画をですね、うまくパソコンに取り込めていないという感じで、急遽ですね、とりあえず1本だけ、ご挨拶程度に動画を撮ってます。ネタはちょっと思いつきませんが、まあそうですね、相変わらず、一日一食生活してますけど、見ての通り何も問題なくピンピン生きております。全然風邪ひかないですよね。まだこの季節になっても結構ね、周りの会社の人たちはマスクとかしてごほごほやってたりするんですけど、すこぶる元気ですね。あとですね、ちょっとこれ、まあ仮説ではあるんですけど、ちょっとあの歯医者さんの専門家にお話を聞きたいなとは思ってるんですけど、実はですね、私ほぼっていうか全くですね、ここ何年か歯磨きしてないんですよ。あの一日一食始めてからぐらいですかね。まあこれもちょっと実験的にやってみようと思ってたんですけど、あのよく歯の再石灰化ってあるじゃないですか。CM とかでもやってたと思うんですけど、歯の石灰化って要するにその食べ物が口の中にいなければ石灰化が始まりますよっていうお話だと思うんですね。で、ってことはですよ、食べてなければ石灰化がずっと起こってるわけですよ。つまり、一日一食にするとその歯の石灰化がずっと続くわけで、おそらく虫歯菌もそのうちに、その石灰化を行っている多分バクテリアとか菌類が優勢になってんじゃないかなという、これはあくまで予想ですけどね。なので虫歯も多分消してしまうし、下手すると歯がもっと良くなってんじゃないかなと思ってます。というわけで今日はこれぐらいです。無声がお送りしました。